回復する秘密を探そう。どうすんだ、ウガネに聞くのかな。またちょっと待てよ。いや、いい縁しとこうか。ダメだな、何したらいいんだろう。金と銀ですよ。うん、知ってるよ。どうした、きっとあいつらが時間を巻き戻して上胸を不死身にしちゃってるんですよ。オッケーオッケー、行こうか。あ、じゃあ先に金と銀倒さないとダメなのか。はいはいはい、これでとどめじゃまずい。なんか出してる。ノーフィーニャー、オーマイガー、グーやられてるね。今度は俺たちが相手だ。お、ピーマン助けに来た、かっこいいじゃないか。カモーン。違うぞケゾ、お前は今ちゃんとヒーローになったぜ。俺はちゃんと見てたぜ、さっきお前は俺を、友達を守るために一歩踏み出したってことを。感動な場面来たよ。その一歩踏み出せるやつこそヒーローなんじゃないかな。きっとこいつらもそう思ってる。ああ、これはケイゾウのお友達妖怪ですな。今までケイゾウが助けた妖怪たちはさっきつい落としてしまったんだ。まさかお前さっきそれを拾おうとして怪我を。とにかくあとはお前次第だ。ヒーローならばもうわかるよな。世界は友達全部守るぜ。そうだ、どんなことしても全部守れ、みんなを守るんだ。なんか冬には急にキャラ変わったような気がする。俺は絶対カイマの奴らに勝たなきゃならない。戻ってるよ。全部を守る、この街もみんなも。だから頼む。みんなの力を貸してくれないか。これドラゴンボールで見たことあるな、こんなシーン。みんな俺の友達になってくれ。お、待ってくれてるね、リチギ。なんじゃこの光、あの小僧のもとが集まっとるぞい。それにこのパワーはまさか町中の妖怪の力が集まっとるのか。待ってくれてたね、優しい人たちじゃないか。あ、ゼロ式が。ケイゾウのもとに着いたのか。そうか、これは。おお、牛乳瓶の蓋が変わった。妖怪メダルになりましたね。妖怪メダルだよ。さあ呼び出して、ケイゾウの友達を。ケイゾウが作ったそのゼロ式で。俺の友達出てこい。おのれ小僧どもが。お遊びの時間は終わりだ。そろそろ気をつけようかね。負けるぞお前。数だぜ、こっちは数で勝ってんだ。あ、来たね。これどんな戦いになるんだ。あ、このメンツで倒すのか。オーケーオーケー、わかりました。どうやら軽装を使って倒すんですな。まずい、待てこれ待て。いきなりお前やられかけじゃねえか。これどうなってんだ。冬にはいきなりやられかけっていうね。オッケーオッケー、必殺は使えよ。初めて使うね、冬には。金と銀を倒していこう。取り憑かれた。これで負けたらちょっと恥ずかしいね。ど根性ストレート憎き。おお、あんやー言うたね、今。すごい声出したよ。オッケーオッケー。まずは、金の方を倒していこうか。倒すんじゃなくてギリギリまで残しておかないとね。待って、どこだどこだどこだどこなんだ。あら、ないな。
ッケーオッケー、あったあった、よかったよかった。あやお払い完了、ゲッチュ、いいぞ。ダメージもそんな食らわない、天空岩落とし。いいゴー、倒すぞ。よしよしよし、カラカラカラッカゲ、ゲッチュ、いいね、たくさんのダメージ与えれてる。よしよしよし、ほい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 、なに、ブユニャン取りつかれた、オーマイガー、ハッパハー、よし、まだ与えていいかな、まだダメージ与えようか。ツッ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 、あ、もういいでしょう、もう、いや、まだあと1回欲しいな。あと1回ダメージ与えられないか、与えすぎも良くないからね、倒しちゃったらまずいことになるから。オッケー、頼む、よし、カッパノーン、カッパー、何やってんだ、倒しちゃダメよ。あー、うちカッパの水だ、やらかしてくれたね。これね、同時に倒さないとダメなんですよね。今完全カッパの水ですね。カッパ何やってんだ。あー、うち最悪。おお、わお、信じられない。さて、また金を追い詰めていきましょう。よし、いいぞ、あ、うん、いいぞ、アウチ、あとちょっと金も、あとちょっと金をギリギリで体力残して銀を攻める。あ、必殺技来たね、おしまいじゃ、ダジャレかいダジャレじゃねえか、思いっきり。あ、まずい、あー、また倒しちゃった、もう最悪だ、また見てなかった今ちょっと。よし、破壊した、いいぞ、今のうちに倒そう。ちょっと今隙出てできてるからね、またすぐ蘇らされるんですけど、攻撃しと、 OK、 いいぞ、ど根性ストレート2球、よっしゃ、あ、これ戻ってくるかな、どうだ、金が戻ってくる前に倒せるか、倒してくれ、どうだ、あー、無理っぽいね、ちょっと、はい、攻撃しろお前ら、いいぞ、大滝の術、いけ、あとちょっと、あとちょっと、頑張れ頑張れ、あとちょっと、よしよし、はいはい、あと2回、あと2回、あと2回、頼む頼む、よし、いいぞ、ゲッチ、よーけ、ナイス、はい、無事金銀倒しましたね、よかった。まあこれで倒せないとちょっと格好悪いからね、ギャー言うて倒れたね。ウバウネ様。よし、これで倒したぞ。金さん、銀、お前言っちゃうのか、それ言っちゃっていいの金さん、銀さんっていうおばあちゃんいましたよね、現実世界にも。金さん、銀さんって、立場どっちが上なんだよ。さて、ウバウネ。